台湾ツクバネウツぎは、スイカズラかツクバネウツぎ属の繁盛力の低木。主に、中国大陸に分布するアベリアチョネンサスを基本種とする変種。樹高は1メートルになり、密に分子する。樹皮は、肺褐色で、縦に裂け目ができる。若い枝には開け出した短毛が密生する。葉は耐性し、傭兵は、長さ1から3ミリメートルになり、葉身は、 長さ7から20ミリメートル、幅3から10ミリメートルの皮脂状卵形、卵形、長大円型で、円に2から3体の低い巨子があるかまたは、全円となる。葉の表面は、短毛が、まばらに生えるか無毛で、裏面には、毛はない。牡期は7から9月。果樹は、枝先や脇から2から3下の周産果樹をつけるが、枝先では密な短い円水果樹になり多くの花を、つける。 花柄状の海脂肪は長さ3から5ミリメートルの円柱型で縦に量がありわずかに毛が生える。額片は5個ありほぼ同調。列片は長さ3から4ミリメートルのサジ型で、先は二部頭、または A 頭で、基部は次第に細くなる。下敢は長さ5から10ミリメートルになるロート型で、白色、先は五列し、方向がある。は4個あり。 果敢より長く突き出る。滴水は果敢よりわずかに突出する。果実は長さ4から4.5ミリメートルになる細長い防水系の痩せかで筑波根状の学編が残り10から11月に熟す。日本では奄美大島、沖縄本島、石垣島に分布し、海岸や山地の岩地に稀に生育する。時に露出した岩地や石灰岩地に生育する。 日本以外では、台湾に分布する。絶滅危惧アイエールイ本種の基本種であるアベリア、チョネンサスと、同じ中国大陸に分布するアベリアユニフローラの、交雑に由来する栽培種の花園つくばねうつぎがある。別名、花つくばねうつぎ、花つくばねともいい、普通、アベリアと呼ばれ、公園や庭園に植栽され、生け垣などに利用される。花は、白色時に、ピンク色帯。 学編は2から5個ある。下季は6から11月と長い。ありがとうございます。